信仰の力で全てが解決するゲームの実況。ハッチマルよ。前回は教会を再開したところまでだったね。早いとこ前の実況で詰まったところまで進めたいぜ。ちょくちょく入る新しい要素にも注目したいね。今日は太陽の日なので説教を行おう。その前にエスピコプに仕事をもらうよ。どうやら現実の教会のように慈善活動も行っているみたい。貧しい人たちに食料を配っているんだね。純粋な善意というよりは、統治のためのガス抜きって感じだな。教会の権威を保とうとするいやらしさが滲み出ているね。こういうダークな感じはこのゲームの特徴だな。そして頼まれるのが食料配給用のボール。このお使いを受けると粘土と砂の採取がアンロックされる。見返りは青い経験値が手に入る本。スズメの涙程度なんで粘土と砂の解禁の方がありがたい。これでいろんなものが作れるようになるからね。特にレンズを早く作れるようにしたい。これは研究ポイントに変換できるアイテム。作成時の青い経験値も多めにもらえるので、最短で作成が可能になるように技術をアンロックしていこう。かなり多岐にわたる技術を取得しないといけないから、しばらく後になりそうだね。それでは説教をしていこう。この祈りの言葉は教会の質が10必要。現在は5になっているので、成功確率が 50% になっている。説教に成功するとボーナスの信仰がもらえる。ここで一つ信仰が手に入ったな。説教に成功するとこの玉が光り輝く。失敗すると焦げたように消えてなくなる。今回は成功したので追加の信仰が2個手に入ったね。信者の皆さんは最後に寄付をしてくれる。これも成功か否かでもらえる額が変わるよ。とりあえず教会の質は早めに上げておかないとな。少なくとも 100% 成功までは持っていきたいね。それでは粘土を集めていこう。この穴のような場所で粘土が採取できるよ。砂は水辺付近の砂山から採取できる。粘土は陶器類、砂はガラス類に使用されるよ。砂と粘土の採取が可能になったので、スキルツリーも解放されたぜ。粘土の技術をアンロックしてろくろを作っていこう。ろくろをまずは設置して、磁気のボールを作っていこう。20個必要だったんだけど、今日中の納品は無理だったよ。まあそれも仕方なし。のんびりやってがっつり編集すれば問題なし。またあなたね。必要な進行が溜まったので、ミスチャームと話していくぜ。さてどうなるかな。謝罪してほしいな。私は大したことないどころか、尊敬される墓場の番人だ。でもあなたの熱心なファンでもある。よければ墓森とだけ呼んでくれ。ふーん、あなたにも見どころはあるみたいね。その汚れ仕事と物腰の違いとかも。魔性の女って感じがするね。我々と同じだな。お会いできて光栄よ、墓森さん。それと褒めるなら、私の才能だけでなく美しさも称えてね。ぜひとも素敵な言葉を聞きたいわ。それではここからはスネークについて聞いていくよ。CQC が得意そう。スネークという名前の男を知ってるかい？彼に会いたいんだ。あんな怪しい男とどんな取引ができるのか知らないけれど。ああ、それともしあの男に会ったら、あいつの顔にこの偽造コインを投げつけてくれる？終わったらあいつがどんな顔してたか教えに来てちょうだい。この二人には何か因縁がありそうだね。それで、彼はどこにいるんだい？多分だけれど、今も毎週マーキュリーの日に、教会の地下室にある霊の門を開けようとしてるんじゃないかしら。ああ、彼にも若くて希望のある時期があったのに。ということで地下室に現れる不審人物が、スネークということが判明したぜ。何もこのゲームでまで潜入ミッションをこなさなくても。毎週マーキュリーの日に現れるということなんだけど、私のところには毎日日付が変わった頃に現れるぜ。この辺はアプデで変わったのかもね。それではついでなんで村の北に何があるか見てくぜ。ここは村からまっすぐ北に向かったとこだね。木こりということなんだけど、ここで木を伐採するなと釘を刺してくる。村から権利を買っているみたいだね。近くに伐採禁止の看板があるな。そしてこの人からは鉄の斧を持ってきてくれと言われるよ。その代わりにパスタのレシピを教えてもらえる。こういうイベントをこなすことで好感度が上がるのはいいんだけど、どこまで上がるのか、どういう利点があるのか、そこら辺がよくわからないんだよね。
元の世界に帰ることが目的だし、恋人はすでにいるから恋愛要素もない。今のところ会話を進めるためだけに存在しているのかな？今後のアプデに期待だな。パスタとラザニアのレシピか。美味しそうだけど肉なしなんだって。この世界では人肉以外の肉はないから、むしろありがたいかもしれないね。豚、牛、鶏くらいの家畜を育てられたらいいのにな。さらに北東には砦があるよ。だけど現在は侵入不可みたい。燻製の香りに釣られて足を進めると、ジプシーの族長に出会うことができる。ここでも街の情報を教えてくれるぜ。未実装なんだけどね。これで大体の人物紹介は済んだかな。それでは教会の地下に戻ろうか。そして研究テーブルで人肉の研究をしていくぜ。果たしてどれくらい青い経験値が手に入るだろうか。研究が完了すると何に分解できるか教えてくれる。人肉は分解不可で、錬金術には使えないみたいだね。青い経験値は20入手。全部の研究を紹介していたら時間が足りないので、ほとんどはカットしていくよ。そして仮想の技術をアンロック。とりあえずこれで仮想が可能になったよ。ついでに執筆の技術も解除。この机で祈りの言葉を作成可能。信仰とはビジネスである。この技術をアンロックしてチラシの作成をできるようにしておくよ。石の修理キットを作成し墓地の質を高めていくぜ。粘土が解禁になったからようやく作れたね。これで全部の墓を修復したことになるな。死体処理の仕方を分かっていれば、もっと埋めてもよかったのかもね。新しい仮想の要素がどう反映されているのか、まだ分かっていないので様子見しているぜ。それでは机を作成しよう。ここで祈りの言葉を作れるんだが、まだ必要なアイテムが揃っていない。説明はもう少し後になると思うよ。教会の質を高めるためにベンチを開放しとこう。次の説教までには10を達成しておきたいね。材料確保に時間がかかったけど、ベンチを一気に設置してくぜ。前回実装されていなかった教会の拡張も見越して、墓場と教会の質を少しずつ上げていくよ。ということでボールを渡しておくぜ。これでさっき言ってた教会の拡張の条件が提示されるよ。墓場の質が30、教会の質が20になれば、拡張してもいいってさ。見た感じボロボロだから、ゆっくり立ちにふさわしい豪華絢爛な教会にしていこう。一層黄金で作るか。きっと過ごしにくいと思う。やっぱり木の暖かさは欲しいよな。だったら拝殿や本殿や社務所なんかを作ったらいいんじゃないかな。宗教が変わってしまっているな。しかしこのエスピコプの話は、ところどころに自慢が織り込まれているね。鼻持ちならないキャラって感じより、おバカな感じがして結構好きだぜ。そしてアルファ版と同じように魚を頼まれるよ。町には死者の船があってそこで釣れた魚は食べたくないみたい。人間を食べてよく超えた魚が釣れそうだね。今回は川に死体をほとんど流していないので、この辺の川は汚染されていないはず。釣り竿のミッションも受けているけど、まだ達成していないので、その辺もやっておかないとね。クエスト進行のためには本当にたくさんの技術が必要だな。虫を集める技術で蜂も集められるから、早めに取得したいんだけど、優先度が高いものが多すぎるんだよ。とりあえずすべての技術はアンロックするつもりなので、気長に待っていてね。それでは脂肪の研究をしていくよ。これは液に分解できるようだな。そういえばさっきもらった巻物を使っていなかったね。青い経験値が5もらえたぜ。研究で青い経験値を稼いだので、手始めにろうそくからアンロックしていこう。次に高度な精錬をアンロック。改良された炉で生産効率を上げていくよ。ついでにガラス吹きも解除。まだ必要ないんだけどね。そしてガラス関係の最後の技術もアンロック。このレンズを作成できる体制を整えていくよ。それではスネークに話しかけてみよう。動くな。なんだお前は？私は墓守だ、そしてこの教会の神官でもある。なら関係ないことには首を突っ込むな。こっちは探検を持ってる。必要なら喜んで使う。悪党って感じのやつだね。顔面にコインを投げつけておこう。ふっはっは。あいつはこれが冗談だと言ってなかったか？
昔は優しくて繊細な奴だったんだがな。で、お前はあいつの新しい彼氏か何かか？残念ながらただの使いっ走りです。それがもう使い合ってるわけか。よくある話だ。この先に進むにはこいつの協力が必要。だけど脅してみてもビビらないんだよね。なかなか肝の据わったやつだな。というか主人公に人を殺す覚悟がないのがバレている感じだね。スネークはなかなか人を見抜く力があるのかもな。暴力では何も解決しない。ということで信仰という名の暴力を使って解決していこう。結局暴力じゃないか。まあ実際はそんな物騒な会話じゃないんだけどな。とりあえずお互い干渉しないということで、話がまとまったね。信仰を5まで貯めて再挑戦するぜ。審問会に魔女と報告すれば手っ取り早そうなんだけどな。それでは仮装のための下準備をしていこう。この邪悪なキャンプファイヤーは使い捨てになっているよ。死体を乗せて火をつければ仮装の開始。あとはじっくり焼けるまでしばらくお待ちください。燃えろよ燃えろよ。死体よ燃えろ。死体が燃え尽きると灰と塩が手に入る。それに埋葬証明書もね。お墓のスペースがなかったり質を気にしないのであれば、こっちの方が効率的かもしれないな。今度は炉のアップグレードをしていくよ。このようにアップグレード可能なものは、メニューから強化できるぜ。そして炉の強化完了。燃費が良くなったのと作業効率が上がったぜ。鉄は一度に2個まで作成できるようになったよ。それでは木こりの技術をアンロック。これで全ての木を切り倒せるようになったよ。手に入る丸太が増えるのでだいぶ楽になるぜ。今までは一つしか丸太が手に入らなかったんだけど、二つ手に入っているね。あとは大きいサイズの木も切れるようになっているぜ。一気に三個も手に入ったね。根っこ部分でさらにプラス1。格段に木材収集が改善されたよ。それでは食材を作成していくぜ。ここにはろうそくを置くことができるよ。ろうそくに火を灯すと質が向上する。しかし消耗品なので説教の前につけたいね。強化された炉でガラスを作っておこう。後で大量に必要になるのと、赤と青の経験値が一つずつ手に入るので、経験値稼ぎも兼ねているよ。ここらで採石場の整備も本格化させていこう。ここで鉄などに処理して家まで持って帰れるようにしたい。本当に荷馬車とか欲しいよな。インベントリ小さすぎる問題が発生しているからね。UI 関係の強化もお願いしたいとこだな。ここで邪魔な木を切るとその後の処理に困るんだよね。ここでは木材関係の処理が行えない。だから家までちょっとずつ運んでいくしかない。この辺の解決策を用意してもらえたら、評価も跳ね上がると思うんだけどな。採石所に石置き場を設置。あとはロトチェストを作ればここも本格始動できそう。ここまで5時間くらいかかっただろうか。なかなかいいペースな気がする。初見だと必然的に遠回りをしてしまうからね。今回は2度目なのである程度勝手が分かっているのが大きい。その辺の遠回りを楽しめる人にはおすすめのゲームだよ。お、なんかロバくんが来ているな。この辺りは調子いいみたいだね。ああ、最近教会を開設したばかりなんだ。じゃあここら辺のものは君の所有物ってこと？そういうことになるかな。おめでとう、君は実に運がいいよ。こんなたくさんの資本を手に入れるなんてさ、しかも自分のために働いている。君は資本主義者ってことだ。僕のようにしっかり働いてるのに良いことが全く起きないロバとは違うね。君だって僕の安価な労働力から何かを得ているんだ。もう君のこと同士とは呼べないね。とても耐えられない。というわけで僕からの選別だ。なんか恨み事を言われてしまったね。賃上げ交渉は雇い主に言ってください。そして選別という名の嫌がらせに糞を落としていくよ。この上を歩くとすっごい滑るよ。仕方ないので掃除しておこう。掃除すると人参の種が手に入る。確かに選別にはなったのかもしれないね。しかしロバ君は雇い主を変えたらいいのにな。脱走してきたらいいお給料で雇ってあげるのに。ロバ君の今後はいかに。次回はスネークと話をつけたいね。では今回はここまで。またね。